はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はセルフコンパッションの話をしていこうと思います。セルフコンパッションって一体何なのっていうことなんですけど、結構定義が広いんで、今回はセルフコンパッションっていうのはこういうものですよっていうのは3つの要素に分けてお話をしていきたいと思います。で、何かっていうと、一つは自分への優しさ、一つは一般的な人間性、一つはマインドフルネスっていうものですね。で、何かっていうと、他人を思いやる時のように、自分にも優しい態度を取ること、これがセルフコンパッションが高いか低いかっていうものですね。それから一般的な人間性っていうところで、これは人間は周囲との関わりの中で生きているっていう事実を自覚すること、実感することができるということなので、要するに友達と普段触れ合うことができているかとか、家族との関係は良好かどうかっていうところが関わってくるというお話です。それから3つ目にマインドフルネスっていうことで、なんか一つの考え方にとらわれないで、目の前の現実にきちんと意識を向けられるかどうかっていうところですね。要は現実逃避しないで、目の前で起こっていることをちゃんと受け止めて、どう行動するのかっていうのを決めていきましょうねっていう、そういうお話になっていきます。で、こういった自分に優しくできるかどうか、ちゃんとした人間性を保てているかどうか、現実を見ているかどうかっていう、こういった要素が多い人ほど、人生の満足度が高いというデータが出ています。っていうのは、この3つが掛け合わさってセルフコンパッションが高いというふうになっているので、セルフコンパッションが高ければ当然自分への満足度も高いですよっていうお話ですね。要はシンプルに自己批判をせずに自分の幸せを願いましょうっていうのがポイントだっていうことです。はい。よく言いますよね。やっぱり自分はダメなやつなんだとか、こんなこともできないやつなんだっていうふうに自己卑下してしまう傾向が高い人っていると思うんですけど、そうではなくて、自分を認めて自分の幸せを願うっていうことがポイントだと。じゃあそのためにどうするかっていうと、ナルシストとか、そのため、ナルシストとか自己満足とか自尊心といった批判のない幸せを願うっていうのはセルフコンパッションとはまたちょっと違うというところなので、自分を否定しないでっていうのがポイントになるというところがセルフコンパッションの重要な部分になってきますと。で、一方で、じゃあセルフコンパッションって自分の幸せを願うってことは自分に対してポジティブな考えとか気持ちを持つことが大事なんですね。よし、じゃあ自信を持とうって思うんですけど、それは危険だっていうことなんですよ。自信だけが高くても実はメリットって少ないんですね。なんでかっていうと、学校の成績とか仕事のパフォーマンス力とか、リーダーシップスキルとか、喫煙とか飲酒の習慣とかね、それから違法ドラッグの使用とか乱れた性行為や関係っていうような、いろんな面に対して自信の高さっていうのは関係なかったっていうデータがあるんですよ。むしろ自信が高いと健康的な生活に悪影響を及ぼす可能性が高いと。つまりどういうことかっていうと、学校の成績とか仕事のパフォーマンスとかリーダーシップのスキルっていうのが自分が思うほど実際の能力はないのに、いや俺は成績めちゃくちゃいいからって言って40点とかね、仕事のパフォーマンスめちゃくちゃいいからって言って毎回納期が遅れてるとか、リーダーシップスキルめちゃくちゃ高いんだよねって言っても誰もついてきてないとかっていうのが問題だとかね、それから喫煙とか違法ドラッグとか乱れた性行為性関係っていうのをもういつでもやめることができるぜっていう根拠のない自信をもとに、いつまでたってもタバコスパスパお酒ガブガブっていうのを続けてしまうという、で結局仕事とかリーダーシップスキルが低いと上司にどやされたりとか、それから給与が全然上がらないっていう結果に陥ったりとか、それから悪習慣を断つことができなくて、ここですね、健康的な生活に悪影響を及ぼしてしまうということですね。もう早めに肺がんになってしまったりとか、違法ドラッグで潰れて病院送りになってしまったりとか、そういう結果に陥っちゃうので注意しましょうというところです。で、大切なのはセルフコンパッションと自尊心で、これっていうのは特に相反するものではないということなんですよ。自分のことを思いやることができるようになれば、自然と自尊心も高くなっていくってことなんですね。だから、セルフコンパッションをまず高めましょうということです。で、セルフコンパッションが高まっていくと、その幸せになるっていうよりも、さらにその手前の、今あなたが抱えている不安なこととか、気が重い鬱状態っていうようなものが減っていって、幸福感が結果高まっていきますっていうことなんですよ。だから、自己批判をしにくくなって、メンタルにプラスの影響が出ますんで、メンタルのプラスの影響が出ると、当然プライドもきちんと、いい意味で育まれていって、自尊心高まっていくということになるというお話です。じゃあ、そのセルフコンパッションって一体どうやってトレーニングしていったらいいのっていう話なんですけど、鍛え方を今日はご伝授させていただきます。で、まずは一番大事なのは自分に優しくすることです。思いやりを持って何かうまくいかないこととか失敗があった時に自己否定や自己批判をやめることですね。とは言っても、いきなりじゃあ自分にこれまで厳しくやってきたのに優しくするのなんて難しいっていう人多分たくさん
さんいると思うんですよ。僕もその一人です。なのでそれを解決する方法っていうのを紹介していきます。もう一人の自分に頼ろうっていうものですね。もう一人の僕、相棒といった感じです。はい、この声優さん最近めちゃくちゃ出てますよね。はい、風間さんで実験なんですけど、参加者に対してどんな悪いことも起きない安全な場所っていうものをイメージしてもらうんですね。でその場所を確保するために優しくて慈悲あふれた理想的な人物を頭の中に作り出すように指示をしました。あなたにとって優しくしてくれる人とか慈悲深い何でも許してくれる人を頭の中で例えば A さんとか B さんとかって浮かべてみてくださいって、それ人がいるおかげであなたにはどんな悪いことも起きないんですよっていう風にしたと。そしたらそのトレーニングの結果どうなったかっていうと、うつ病じゃないですね、うつ病とか自己批判とかそれから劣等感とか恥をかくっていうような、いわゆるマイナスと言われるような感覚っていうものが大幅に減少させることに成功したという結果でした。で、あらかじめそういった自創的な人物を自分の中に用意をしておいて、まあ、自己批判をしそうになってきたら、まあ、その人物に代わりに対応してもらうようにすると、まあ、自作自演なんですけどね、をしてもらいましょうということです。もう個人的にはひろゆきさんとか、まあ、それからスラムダンクご存知の方だったら千堂明なんかがおすすめかなと思うんですね。ひろゆきさんとかだったら、何その内容ってなんか悩む必要あるんですかとか、それってその人が言っているだけで、あなたがなんか全然気に病むようなことってないんじゃないですかっていうふうに、こう、スルッとこう、交わしてくれるアドバイスをしてくれたりすると思うんですよね。それから、千堂明とかだったら、まだ慌てるような時間じゃないって言って、スーッとね、こう、安心感を与えてくれる。まあ、そんな感じです。はい。で、ポイントなんですが、理想的な人物には次のポイントを押さえてもらいましょうと、まあ、嫌な気分を確認してあげると、その気分って一体どこから来てるの、なんでそんな風に感じちゃったんだろうねっていうのをまあ問いかけてもらうみたいな感じです。それからネガティブな思考であったとしても否定はしないと、だってこう考えてるのはあなた自身なんだから、あなたがそれを否定しちゃったらもう誰がその認めてくれるの、助けてくれるのと、ああ確かにそうだよなってなって、ネガティブ思考を否定しなくて済むと。だから非論理的な自己批判に関しては論理的に批判論しましょうと。俺はダメだーってね、いう人がいたら、ダメだ男だーって自分で思ってしまったとしたら、そのひろゆきさんとか仙道さんにね、すごい時はいい時もあるでしょ、例えばこんな時あったじゃないのっていう風に声をかけてもらうと。具体的な場面、なんか俺はダメだーって大体思う人って感覚で言っちゃってるケースって多いんですよ。でもそれがダメな原因になったっていうのが一体どっから来てるのかっていうのは実際把握できてないと。で突き詰めていくと、実はもっと自分が良かった時とかっていうのが具体的な場面で浮かぶっていうケースがあるんで、そこを相棒に持ってきてもらうっていう、そんなイメージです。それからポジティブな大胆案を出すっていうのが4つ目ですね。こんなことを考えるというとか、こんなことをしたらいいんじゃないかっていうことを相棒に出してもらうというところです。で最後トレーニングの注意ポイントなんですけど、自己批判がまあめちゃくちゃ激しい人っていますよね。もう何をやってもポジティブな考えが浮かばないとか、何をやってもずっと自分のことをバカだって言い続けてる人っていうのは時々いると思うんですよ。でそういう人たちっていうのは恐ろしいことに、自分が自分のことを責めている事実っていうのを気づくことができていない状況なんですね。もうそれが当たり前になっちゃってるんですよ。そういった場合っていうのはもう1日2分とか5分とかでいいんで、瞑想をして客観的に今自分がどういう状態なのかっていうのを見つめることから始めてみていただけたらと思います。でそれっていうのは当然セルフコンパッションを鍛えるトレーニングの一歩手前の話になるんで、時間はかかっちゃうんですよ。時間かかっちゃうんですけど、結局あなたが生涯生きていく中で一番気にかけてくれるっていうのは、優しくしてあげられるっていうのはもうあなただけなんですよね。いくら頭の中で相棒を作ったとしても、それはまあある種第三者になっちゃうんで、結局あなたに対して気にかけてくれたりとか優しくしてくれるっていうのはもうあなた自身だけなので、ぜひですねセルフコンパッションを鍛えていきましょうという話です。でセルフコンパッションを鍛えておくと、生涯の幸福度を高めていくための財産になっていきますので、ぜひチャレンジしてみてください。ということで本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。